激打ちマックス。はい、どうもマノチです、よろしくお願いします。北斗の拳のブラウザーゲームやっていきたいと思います。これタイピングソフトなんで、タイピングゲームですね。俺の早打ちのレベルをね、ちょっとお見せしたいなと思います。なんだってマノッチ早打ち2級持ってっから、人生において何も役に立たない資格持ってっからね。出てよし、どうぞ。ただタイピングしてそれが攻撃になるってゲームですね。あとん、しどうだ。どうですか、どうですか、私の早打ちは見てて面白いですか。ブラウザーゲームね、いろいろ探したのさ、なんか面白いのないかなってさ、たどり着いたのがねこれだった、北斗の拳。これ録画しようと思ったね。ゲーム的にはね大して面白くないよ。いや、ヒルガン、よし。これまだねちょっと始めたばっかで簡単なんだけど、難しくなってくると結構その入力する文字も文字数も増えるみたいです。じゃあ右で、あはは、いって言われてもさ、チー、俺ね、まあ、こうやってはいるけど、正直北斗の拳ねさほど知らん。このビシビシってなんかこうあれだよね、エロゲーの精子出るとこみたいだよね。もうエロゲーにしか俺には見えなくてさ、オッケーン、どっけ。いやー、これさ、俺あのキーボードねちょっと最近変わったんだよね。だからまあそれの練習がてら、ほら精子みたい、最低。けどね、エロゲーやったことある人は分かると思うよ。間違えた。どうですか、面白くないでしょう。やってても面白くはないよ。で俺のね早打ち2球どうしても見せたくてね。誰だこいつは。ジビカ、よし、強そう。お、なんだ、北斗の地域が発動だって。そんなこと言われても全く分かんないけどさ、あ、おお、よし、こうやって倒していけばそのうちボスにたどり着くっていうゲーム。多分ボスがねいると思うんだよね。マックス、あの上でマックスになったところはねスペースキーを押すと、必殺技を出せるみたいです。いやー、エロゲーだよね。ボスはまだかね、そろそろ飽きてきてるぞ俺は。俺来た、ボスだ、ボスだべ。金体、ちょ、必殺技使ってみようか。北斗、くっつけん。いやー、面白い、爆笑爆笑。
倒したんじゃない？まだ死にたくねえ。死にたわ。いやー、面白い。はい、ということで俺の早打ち2球の実力でした。終わり。バイバイ。